スイス、ユングフラウ、マッターホルンなど世界にその名を知られる美しい山々に抱かれたこの国が一人の格闘家を生んだ。その格闘家の聖地チューリッヒ、普段は落ち着いた佇まいのこの地で国中を熱狂させる一大イベント K-1 ファイトナイトが1995年以来毎年行われている。会場は国内最大の屋内施設ハレンスタジオン。日本に勝るとも劣らない熱狂、それは母国のヒーローであるこの男の登場によって最高潮に達する。を代表する8名が9月に大阪で行われる K-1 グランプリ98への出場権をかけてトーナメントで争う。出場できるのは優勝者のみである。マッテオ・ミロンジオ、イタリア。ジャビット・バイラミ、スイス。さあ、果たして準決勝に駒を進めるのはこちらジャビット・バイラミか、それともマッテオ・ミノンジオか。スイス対イタリアの対決という図式になりました。3月に日本で試合してるんですけど、キックボクシングのリングでですね、はい、試合見たんですけども、すごい可能性のある選手ですね。そうですね。さあ、ヨーロッパグランプリ、ジャビット・バイラミ対マッテオ・ミノンジオ。まずは第1ラウンド、得意の膝で攻めていくミノンジオ、右のストレート、右のフック、ちょっと効いてますよね。さあ、左右の連打でいく、グラッときた。バイラミチャンス、チャンスですね。前に前にとプレッシャーをかけてきます、ジャビット・バイラミ。ハイキック、肩口、パンチで決着するか。右のストレート、右のフック、左のフォロー、右のストレート。さあ、ロープに追い詰めた。ワンツー、左ラッパー、左のフック、完全に圧倒しています。すごい、ジャビット・バイラミ、ね、右のストレート、パンチだったらこちらバイラミの方に分があります。左のストレート、ボディ、左のフック、顔面へのフック、もう一度場内が大きく沸きます。勝者ジャビット・バイラミ、スイス聖堂会館、準決勝進出を決めております。果たしてジャビット・バイラミかロブハン・エスドンクか、どちらがファイナリストになるんでしょうか。 K-1 ヨーロッパグランプリ98準決勝、ジャビット・バイラミ対ロブハン・エスドンク、この対戦が始まりました。谷川さん、そうですね、ジャビット選手ですね、1回戦ですね、ダメージを受けてないと思うんですけど、はい、かなり体力を消耗しましたね。疲れ切った表情でしたね。はい、その辺はどうかというところですね。でまあ、経験の差ではロブハン・エスドンクの方がはるかに上ですから、はい、もう本当にスイスの、アンディ・フグ同情勢としてですね、もう本当に気持ちだけは負けてほしくないですけどね。そうですね、うん、向こうが赤いトランクス、このスイスのトランクスを履いておりますジャビット・バイラミ、スイス聖堂会館。一方黒いトランクス、198センチ長身、こちらがロブハン・エスドンク、左の膝。2人とも大きいですね。大きいですね。バイラミも190センチあります。はい、22歳という年齢、そしてこの190センチ101キロという体格、まあ、アンディ・フーグが惚れ込んでスカウトしたという逸材ですね。はい、190センチ198センチの戦いなんですね。はい、まあ、ロブハン・エスドンク選手はですね、はい、もう本当にキックの試合では60戦以上戦ってますし、フリーファイトの大会とか何回も優勝してますし、はい、本当に格闘技王国オランダの代表する選手なんで、そうですね、そのエスドンクに対してバイラミはですね、若さでどんどんいけるかどうかですね。左のフック、これは空を切っています。まあ、ロブハン・エスドンクは1回戦勝って当たり前、準決勝これも勝って当たり前、そしてステファン・レコとの決勝になるんじゃないかという自分の戦いを予想しておりました。そうですね、もう言い聞かせてましたね。まあ、本当エスノ君の実力だったらそうだと思います。しかしこのジャビット・バイラミにも底力があります。藤井館長、これ楽しみですよね、このバイラミの将来というのは。非常にそうですね、まだまだこれからね、練習して体を作っていかなくちゃいけない選手ですけども、こういうのはすごくいい経験になるんじゃないですか、これからのトレーニングですね。まあ、この強豪のエスドンクをどこまでやるかという左のフック、
ドンクも左を返していきます。強烈右のローでもね、これ分かんないですよ。です、ね、相性ってのあるんですよ、組み合わせの相性と言いますとね。いやでもこれこれはバイラミも実力は発揮できない。右のハイキック、バイラミ分かんないですね。ほらさあ効いた、何度となくアーツに沈められたそのハイキック。 S ドンクの悪夢がよみがえるか。右のフックを返していく S ドンク、右のフックもう一発ダブル、体を思わず寄せましたバイラミ。これは頭が当たりましたな。ダウンではありません。これはダウンではありません。バッティングですね、はい、最後攻撃的ですね。ズンという音がしました。ちょっと攻撃的でしたね。バッティング入れます。アクシデント、バイラミが膝を落としたまままだ立ち上がることができません。かなり強く頭を打ちましたね今ね。ちょっと出血するかもしれませんね。2回当たってますよね。このフックでダブル追い込んだ後、まあ、思わずバイラミが体を寄せるんですが、そこをまずパンチ、その後この頭突きにも見えるバッティング、アクシデントによりましてジャビット・バイラミが今大の字、ドクターのチェックを受けています。今何か仕草はもうダメだというようなね、ドクターの判断ですが、ここのフックまでは良かったんですが、あ、じゃバイラミは今立ち上がりました。このスローの間にジャビット・バイラミは立ち上がって、ああちょっとレフリーが止めた感じがしますよね。レフリーはジャビット・バイラミ続行不能と見まして、ロブファン・エスドンクが決勝進出。ジャビット・バイラミを下しまして、